見せますね。見せますってか、私が立って移動してるだけなんだけど。もうね、部屋がね、ピンク。めちゃくちゃピンク。ほら、これめっちゃ可愛いの。ハートですね。ハート柄。そう、今日はパジャマ。最初はパジャマ。なんかね、緑と紫。こう、リバーシブルっていうか、こっちでも置けて、こうね、ボーダーにもなるっていうね、フリルがついててね。めっちゃ可愛いの。で、布団カバーは同じで、下だけちょっと色を合わせて違うのを買いました。めっちゃ可愛い。あとやっとあの時計見えるかな、時計をつけました。今は10時1分です。ちゃんと合ってる。ラブリンちゃんありがとうございます。そう、めちゃくちゃ良きさんです。ちょっとこれ可愛すぎるのでは。あのねめっちゃ可愛いよね。もうなんかピンクの壁紙が生きてるっていうか、すごいです。めっちゃいい感じ。画質悪い？嘘。本当に？本当に言ってる？てか30日ダメだよねこれ。30日に DMM はいかんと思います。これでいい？今 Wi-Fi 切ったんだけど。30日はさすがにダメだよ DMM。さすがに事故は起きると思う。よかった。あ、よきあ、よきよかった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 。じゃあ Wi-Fi がダメなんだね。切りました。よきありがとうございます。あ、よかったありがとうございます。ということで、今日はお茶で許してください。ということでやっていこうと思うんですけど、最初の髪型がツインテールだったかな。でまテロップ入れます。そんなに悪かった？めちゃくちゃ悪かったんだね。なんて入れればいいと思う？13歳 YouTube のコーデ再現。再現。あ、全身 OK。 てか本当に可愛くない？これアナのパジャマよりもね、マジで布団が可愛すぎて発狂する。あ、1週間コーデ。え、テロップいいと思いますか？これでいい？1週間コーデにする？コーデの1週間コーデ再現にしよう。あ、お菓子食べたいけど今うち何もないわ。1週間コーデ再現 OK。たたたたたた、オッケー、Thank you です、 Thank you です。時計剃っちゃったから見えへん。でもね、めっちゃ見え、めっちゃあれね、本当に、てかアナの部屋に時計が来たの初めてなんですよ多分。時計ってか時計という存在が今は、あ、じゃあで目覚まし時計とかはなんかあのジュエルプリンセスみたいなやつ使ってたけど、なんだかな、なんかそういうやつ使ってたんですけど、モデルルームみたいにしてだよね。アナももうなんかニトリで爆買いして、爆買いっていうかアナこんなにまとめて買ったの初めてだから爆買いって言うんですけど、枕カバーと布団カバーがセットなんですよ。これ今曲げてあってボーダーになってると思うんですけど、なんかどっちにもできるみたいな感じで、で布団カバーも買って、で最近時計も買って、あとゴミ箱を買いました。はい、ゴミ箱を買いましたね。ゴミ箱もう本当に今までずっとビニール袋生活だったんですけど、ママなんと一緒に始めました。よきよきじゃない？よきよきじゃない？ツン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 、布団カバーだけ。どういうことね、ピンクの壁めっちゃあってるよね。
ということで準備したいと思います。最初はツインテールでしたよね。ツインテールでなんか全然違うやつ出しちゃった。最初はこのなんかデニムのスカートに紺の T シャツです。それじゃあツインテールします。とりあえずツインテールなの。前髪どんな感じこれ。あ、横結構ある。ツインテールをしたいと思います。ピはありますか。今日はピの前髪じゃない。前髪朝切ったんですけど朝から前髪切ったんだ。めっちゃちっちゃい鏡でやります。なんかね、体本当にもう今どこにも動けないぐらい体がやばいんですよ。もうね、日に日に老化がやばい。本当にすごい。もうね、もう本当に年取ったなって気がして仕方ないんですけど、本当にね、体がね1ミリも動いてくんないんだよ。大丈夫かなってぐらい。めっちゃ腰が痛くって、もう、うん、腰がね、やばいの。もうなんかベッドから起き上がれなかった今日。位置どれぐらいだ。耳ぐらい。うん、13歳寝ろうか。おはようございます。これぐらい。腰とか膝は危ない。危ないのそれ。あ、廊下の面で危ないってこと。廊下っていうとアナはまだ教室の廊下とかのイメージがあるんだけど。はい、ツインテールします。最近ツインテールがめちゃくちゃ苦手で、私固めないと全然綺麗にできないんだよね。はい、無言タイムになりそうで怖い。めっちゃ集中しちゃうから、こういう時集中しちゃうね。昨日はパピコの桃味を食べました。言ったか。2個食べちゃった。ショールーム前に1個食べて、終わってからもう1個食べちゃった。今日に取っとこうと思ったんだけどね。はい、こんな感じです。なんかもうちょっと高かったけど、これぐらいにします。高いのは妖精に行ってからにしますね。反対側もやります。なんかこの時は巻いてなかったんですよね。1回目の時は巻いてたんですけど、取り直しになってからは巻いてなかったので。何時までかかるんだろう。12時までぐらいには終わろうかなと思ってます。午後からも DMM があるから体力を届かないと、腰がやばいからこんな感じ。こんな感じかな。痛い。何撮りしなかった。横で撮ってたから。じゃあ縦で撮ってたからやり直しになりました。あなんちゃんが廊下ならほとんどの視聴者は化石とは。はい、ってことで髪型ができました。これにイヤリングをつけてるんですけど、これじゃね全然わかんないんですけど、イヤリングを一応つけてます。このね、これをつけてました。はい、これをつけます。着替えてからつけたいと思います。それではこのお洋服に着替えてきます。バイバーイ。そう、アルジーです。ちょっと私のお部屋を見て楽しんでてください。タンタカタンタカタン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 タカタカタカテンテンテン。ズンダカズンダカズン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 ダカズンダカズンズンズン。チャンパラリラチャン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 チャラリラチャン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 チ
腰が、腰がね、本当に痛いんだ。大丈夫かな、これね、接骨院行ってもいいなりじゃない。やっぱり急な運動はダメだね。もうね、体がね、やばいっす。本当にすごいっす。これどうやって切るの？あ、こうやって切る感じ？あ、なるほどね。私が独り言言ってて皆さんは何もわからない状況だ。はっはっは。魔王がやってきた。なんか魔王ってやつがあったんですよ、音楽の、音楽で。ボッチェン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 みたいなやつ。はい、ってことで私も何を言ってるかわかんなかったけど拾えましたね。こんな感じです。これはショールームでね、初来たと思います。これはね、ニコラの言っていいのか、これニコラのあれで当たったんですよ。なんかプレゼントみたいなやつで当たったやつです。イエーイ。おしゃれじゃないですか、これめっちゃ。でもこの丈似合わなくて、なんかちょなんかね、膝下ぐらいまでなんですよ。似合わないからどこにも着てけなくて、どこにも着てってことがないです。なのでこれから着たいと思います。ちょっと身長が伸びてから、去年ぐらいに当たったんですけど、なんか去年160が送られてきて、まだ去年160着れなくて。はい、ってことでイヤリングつけます。 YouTube と見比べてくださいね。再現度高くしたいから。前髪がねちょっと違うんだよね。まあそこまでみんな多分細かくないから前髪くらい分かんないよね。はい、OK。 はい、OK。 今日超めっちゃバーコードだよ、前髪。一旦撮ってみよう。あ、撮った方がいいね。はい、こんな感じでーす。ということで、カメラを移動したいと思います。あ、じゃあ待って、靴下履いてない。靴下が紺のレース。了解です。了解です。紺のレースは、下あるわ。あ、もしかしたら全部靴下ないのかな。靴下は、まだね、外に履いてったことがないから。こういう、ここがレースのやつです。これ反対だった。めっちゃ可愛いんですよ、これ。はい、って感じです。靴下履きます靴下履きます。タンタンタン。今は10時14分。もうね、この部屋に行って時計が分かるっていうのがすごい。いつも携帯で見てたから。本当にね、このベッドね、優秀。このベッドはIKEAで買ったんですけど、もう初めてね、ベッドが生きたなって感じがします。本当に初めて。はい、靴下履きました。こんな感じ。こうやって靴履いてこっちで紹介したいと思います。ってことで、ちょいとお待ちを。下すぎるね。一応映るんだけど下すぎる。そうね、オッケー。このままバックします。この辺、この辺、足元、あ、見えるね、見えるね。じゃあ靴履いて出ていきます。はい、一つ目のコーデです。これは月曜日のコーデかな。見えてますか？あ、見えてるね。足元はね、見えてる、これ。足元は見えてるね。はい、月曜日のコーデでーす。はいそう、このコーデはと、これがあんまり似合わないってことが分かったので、あえて中インナーはめちゃくちゃシンプルに紺で、紺を着ました。
で、寂しいので足元のこの黄色のサンダル、パンプスを合わせてイヤリングの赤で決めました。なんて言うんだろう、これは何コーデ、どこに着ていきたいかっていうと、ちょっと大人っぽいとこに行きたいです、この格好で。はい、一コーデでした。一コーデでした。こうやってやるとあの静かになるんだよね。本当にでもこれぐらいの高さだったと思う、渚をやったときは。これで踊るのきついわ、めっちゃ。あとなんかポイントあるかな、これライダース風なんだよね、多分ここが可愛くてキュッてできて、ポケットは見え、はい、あるように見えて中は入らないってやつです。靴下はめっちゃ安いやつ、あ、そんな安くなんか分かんないけど、なんか高くないやつ、めっちゃ可愛いの見つけちゃったので一目で買いました。一目で買いました。あえてなんかこれで下ろそうと思ってたんですけど、なんか下ろしたら余計なんか重たくなっちゃったので、子供っぽさをここで加えました。全くコメントが見えないので、そちらの3までいきます。あ、見えてるね。あ、バッチリ見えてるね。バッチリ見えてた。はい、こんな感じです。タンタンタン、これが月曜日のコーディネートでした。見えてます、見えてるならよかったです。今日蓋の調子がめちゃくちゃ悪い日。はい、ってことでさっさかと次の火曜日のコーデに行きたいと思います。さっさかと行こうと思います。戻します。次のコーデが何とか全然覚えてないですけど、これ今日何も部屋で見えちゃいけないものないからいいや、こうやって。はい、ここでいいかな。 OK、 さっさか行きます。こんな感じ。もうちょい敷いた、こんな感じです。はい、次のコーデがこれ、あの録音したんですよ。アフレコしました。あ、これね、髪型何してんのこれ。あ、巻いてるじゃん髪の毛、めっちゃ巻いてるじゃん髪の毛。じゃあ今日はちょっと巻かずに行きますね。巻かずに行って、髪の毛はカチューシュするだけだった。イヤリングもしてなかったね。ってことで巻きたいと思い、巻きません。カチューシャをしたいと思います。火曜日のコーデ好きだって。火曜日はね、スタイルアップになる、あの服めっちゃ。てか上の服見てないんだけど、最近ある？まあそこは謎にしておきましょうか。こっち、私どこにやったの、あのカチューシャ。あ、こっちだ。なんかこの間あっちに入れちゃったの、そんなの。あったよ。あの服ないことない？ないことはない。あった。はい。靴下多分これだ。靴ってさっきと一緒かな？一緒っぽい。なんか部屋が暗くなってる。つ。暗くなったことない。いきなり暗くなったんだけど。はい、これなんか似合わないね。あの服的にもな。これね、なんかね、1個パールが取れちゃってるから、すっごいなんかね、穴が開いてるとこがあるんだよ。まあでも見えないと思うから、お気にしず。お気にしず。これ前髪あげよ、余分なとこがあるとね、おかしくなっちゃう。止めます。こんな感じで。
枕が清潔感って感じよね。 Thank you。 星でわかんないけど、星でわかんないけど Thank you。 欲しいものがダラ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 。はい、あ、こんな感じ。あ、いい感じ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 。あ、これって出ちゃう感じ。いや、そんなことない感じ。あ、いい感じ。 OK。 左右つけ方全然違うんですけど、いいかな。それはそれでなんか似合ってればいいんですけど。オッケリング、オッケリング、オッケリング。はい、 OK。 ということで、じゃあ着替えます。これ何気に早く終わる説ある。服がこれで、靴下がこれで、靴は黄色、靴って黄色だっけ。靴黄色だよね、確か。これ私の体力めっちゃ奪われるやつだ。頑張ります、頑張ります。ラッピング、ダランダランダダ。片付けしながらやらないと部屋がとっ散らかっちゃうやつだね。では昔やってたの、友達とファッションショーごっこ。部屋中服でまびれてる。もう何屋敷、服屋敷みたいな感じ。あんな時もあったね、あんなこと、こんなことあったよね。タン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 タカタン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 タカタンタン。あ、またやっちゃった。上の服脱がずに着ちゃうやつ、あの、あるあるなんだよ。3枚着とかしちゃう。3枚重ねっていうのかな、そういうやつやっちまうんだよね。これって3分いなかったらバンされちゃうんだっけ。バンって言い方すごい面白いなって個人的に思う。はい、 OK。 鏡クローゼットの中に入れちゃったんだよね。一応見えるけど、はい、 OK。この服はかけとこっかな。独り言すごく多いな、独り言がすごく多いな。はい、やりました。寒がりな、暑がりな。もうね、寒いより暑い方が全然嫌なんです。はい、こんな感じです。靴下が全然覚えてなかった。袖がシュークリームみたいに可愛いです。チュンチュンチュクチュクチュンチュンチュン。あ、裸足で履いてる。これ何履いてる。あ、黄色だった。はい、黄色なんで、靴下はさっきのと似てるんですけど、ちょっと違うやつ。こんな感じで、お花柄です、お花柄です。いきます。これも同じ時に買いました。どこで買ったかは秘密です。言っても全然いいんだけどね。はい、で、靴はさっきと同じですね。なんかね、暑くなってきた。24度でつけてるんですけど、アナの部屋ね、めっちゃ暑いんだよね、他の部屋と比べて。なんでだろうね、わかんないけど。このさ、パジャマだっけさ、どっか、ここでいいや。はい、パジャマのウエストが大きすぎて違うので止めてます。はい、あー、ごめん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 、行き過ぎ、これ行き過ぎかな。あ、もうちょっと上か、これ。はい、ウィーンガシャン、これじゃ映んないんだよ。ウィーンガシャン、これぐらいがいいね。はい、オッケー。じゃあ2つ目の火曜日のコーデになります。こんな感じ。待ってね、まだ履けてないんだ。この靴本当に1年前ぐらいに買って全然履けてなかったんだけど、こういう時履ける。はい、こんな感じです。暑いよ。なんでこんなに暑いんだろうって思うんですけど、火曜日のコーデです。
これはめちゃくちゃ足長効果がすごいです。はい、詐欺ってます、この格好は。はい靴下、全体的にワントーンコーデを目指して、大体ワントーンです。白、ベージュっぽい白、ベージュで、ベージュの靴がなかったので茶色かもやったんですけど、ベージュより黄色の方がなんか同じ色に見えたので黄色を履きました。全体的にワントーンで、今流行ってるワントーンを目指しました。ワントーン言ってるベージュ今年すごく流行ったから。でも私ベージュあんま似合わなくて、そうベージュ似合わないので白と白系でまとめました。トップスがベージュが似合わないんですよ本当に。なのでボトムに入れました。めっちゃ滑るのでやります。この髪が動いちゃう。イエーイ、カチューシャも可愛くて、これはお母さんのお下がりです。ママナのお下がり、ママナなんか首につけてたのかな、これカチューシャじゃないのか、あれ違ったっけ、なんか首につけるやつもあって、それかもしれないです。はい、でした。ちょっとコメントを読みに行きます。長官じゃなくてね、なんかね、そう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 、春っぽい。ツン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 ツルツッ。あ、そうそう、レースアップ、レースアップだの、ここがレースアップっていうやつです。かわいいユニットございます。こんな感じでした。はい、めっちゃ疲れた。太陽の光でいい感じ、あ、いい感じですかって感じでした。次は、あ、30分経ったのね。次が、見てみてください、YouTube で。見てない方。あ、小鼻のワンピースだった。はい、小鼻のワンピース着ますね、じゃあ。到着、目的地に到着です。目的地に到着いたしました。本当に可愛いよ、本当に可愛いよ、本当に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 可愛いよ。近づいちゃってどうしよう。はいです。なんかね、椅子テーブルみたいなやつも欲しくって、水曜日は英語で、サンデー、マンデー、チューズデー、ウェンズデー、ウェンズデーです。それぐらいアナウンちゃんもわかるよ。普通に下ろしてたかな。あ、痛い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 。ウェン、ウェン、ウェンズデー、ツーツーツー、フッジー。はい、ってことで、それはもうね、髪型をやることは多分ないので、そのままおろしだったんで、おろしだったんで、このまま服を着替えたいと思います。靴下履かずに茶色のサンダルです。はい、バイバーイ。そう、ビャッコ、ビャッコと喋ってください。あ、ビャッコ、じゃあ寝かせるわ、ちょっと待ってね。ビャッコどうやって寝たい、こうやって寝るか、いや、うん、こういう風か、こういう風か、こういう風か、こういう風だ。はい、おやすみなさーん。おやすみなさーん。こうやってやれれば一番いいんだけどね。はい、おやすみなさい。ちょっとみんなギャッコと喋ってて。はい、だってリアルすぎてむしろ怖いんだけど、これやばい、めっちゃ怖い、いやー怖い、これ結構入ってきて、これだったらあんなマジでビビる。狼感半端なくない？狼ちゃんには騙されない。めちゃくちゃ騙されます、それは。めっちゃ最初から見てたけど、あのもうね、レルルさんの時が最高すぎて、あの時のやつを見ると何回も泣ける。はい、次、小鼻のワンピースですね。怖かった、めっちゃ怖かった。あれ、アナついてないのかな、あのお菓子のやつ、まともっちゃって、
これ着ます。アンクルージュのワンピですね。はい、アンクルージュのやつですね。てかマジでジャック怖いんだけど。だってクローゼットの中がどんどん汚くなっていく。残酷だ。ダダダダダン。ガイバンボスラッピング。怖いね。結構怖くない？怖いと思った人は挙手してください。何にもならんけど。怖いわ。もう白子だって全然収まっちゃってるもん。大きいからさ、白子くん、白子くんかなり大きいからさ。これはトイザラスで買いました。トイザラスで買って6000円ぐらいしたよね、多分。コストコのクマより高いよ。なんかね、でもね、素材がいいんだよね、やっぱり。気持ちいいです、それ。かわいいし。結構ね、リアル感がある。リアリティ赤ずき。はい、着替えました。こんな感じに。トゥントゥントゥン。これ久しぶりに来たかも。あ、やばい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 。やばいですね。あ、めっちゃ目回った。あ、やばい。あ、めっちゃ目回った。目回すの直すってどういうふうにやってるの？はい。トイザラス懐かしい。トイザラス懐かしいよね。あ、反対回りすればいいの、それって。反対回りすればいいの。待って、すごい自分がやったことなのに。はい、ってことで、あ、リャックを出してあげたいと思います。リャックくん、キャベツの中かんだ青虫出たよ、ピッピッ、白子の青虫。はい、よいしょ、オッケー。はい、おかえりなさいませ、白子様。はい、オッケー。じゃあ靴を履き替えてそちらに行きますので、しばしお待ちくださいませ。お、なんかさ、リエすごくない？なんかゲームの中の世界みたいなんだけど。はい、足元見えるね、これ。ちょっと待ってね、靴を履きます。ちょうどここにね、靴を履くところがあるの。靴履きエリアはここです。靴履きエリア、あああああう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 。はい、よいしょっと、よいしょっと、よいしょっと。はい、じゃあアランちゃん登場します。お願いします、お願いします。ちゃんちゃん、めっちゃスマホ斜めてない？大丈夫ですか？斜めてるけど。こんな感じのワンピースになります。全身茶色いです。顔まで茶色いです。とこのサンダルはウィゴーで、あ、全部どこか行っていけばよかったね。サンダルがウィゴーで、トップスがアンクルージュです。これは最近買いました。いや、最近じゃないな、自粛入ってからネットで買いましたね。はい、お気に入りのワンピースなのでなかなか着れてないです。なんかね、プリーツかかってて、すごいめっちゃ綺麗なんだよね、このプリーツが。どうしたらこんな綺麗にできるんだろうって。なみにもう髪の蛇腹みたいな感じでめっちゃ綺麗です。これは色白の子が着たらもっと似合うやつです。はい、トコ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 ポストコ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 。これが水曜日のコーデです。
水曜日のコーデでした。似合う、ありがとうございます。かわいい。ジャバラ知ってるよ、ジャバラ知ってるよ、ジャバラ知ってるよ。はい、じゃあ戻します。シンプルな部屋だなって。そんなシンプル？だって今何も置いてないからね。確かにシンプルかも、かもです、かもかも。もうちょっとこっちがいいかな。はい、次、次。どれぐらいがいいんだろう、難しいなこの角度。これぐらいか、これぐらいに。はい、画面の上を窓の上に合わせるといい。あー、なるほど。でもね、足が映らなくなりそうなんだよ。次が、次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 。じゃんじゃかいっちゃうよ。 YouTube まだ見てない方はぜひ見てください。お願いします。そうそう、靴下を履きませんでしたね、あえて。あ、これね、ポニーテールします。ポニーテールをします。ポニーテールをします。ちょっと一旦休憩してもいいですか。すごい目が回った、すごい心に来てる心に来てる。クローゼットはまた別の部屋なの。クローゼット変えちゃったんだよね、もう違う部屋に変えちゃったんですよ、前回のクローゼット配信の。だから映ってるクローゼットを使ってますよ、映ってるクローゼットを使ってますよ。朝から前髪整ってる、朝から前髪切りました。はい、ってことで結びながら休憩をしつつ結びます。ツンツンツン、昨日みたいにバーコードじゃないね、うん、まだ固めてないんですよね。夜になったら固めます。はい、ちょっとね、体力を残しとかないと、夜にすぐ疲れちゃうから。ちょっとバーコード、あ、ちょいね、ちょいバーコード、ちょいバー、そういう時はちょいバーって言います。ちょいバー、ちょりバー。ポニーテールついてる、私は泣いてる、ピエン、ツツツツツツン。ちょいバー覚えました。ちょいバーって何のことだっけ、待って待って待って、一瞬で忘れたな。ちょいちょいちょい、 DMM の時の髪型はまだ決まってない。何しような、何しような、待って待って、マジで忘れた、マジで忘れた。あ、ちょこっとバーコードね。あ、なるほどマジで、あのすぐ忘れるからダメなんだよね。はい、こんな感じ。そこまで高くなかったからこれぐらいにしときます。二重します。二重しないとね、弱いんだよね。今日のお昼は何かな。今日はね、もう朝からね、目覚めがすごく良かった。このこんなに可愛いお部屋で。じゃあね、これから家具を揃えていく予定なので、あ、分かんないけど、机が欲しいなって思ってて、なんかニトリに言ってたんですよ。なんか鏡でこうやって開けて、ここがガラスみたいな、それが2万ぐらいだったんですけど、それが欲しいなって思ってるです。よいしょっと。そう、お部屋を引っ越しした。お引っ越しっていうか、家の中でのお引っ越しをしました。自分のお部屋の位置をお引っ越しした。あ、なんそれしょっちゅうやるから、ベッドの位置がコロッコロ変わる。この間、この間までだってベッドこっちだったのに、こっちに移動したりさ、ね、シンプルめっちゃいいですよ、部屋シンプルなの。だから物はあんまり最低限、あの、もうなんかクローゼットめっちゃ汚いけど、クローゼットにね、よろしく、
クローゼット今日綺麗にしようと思ってて、ベッドの下に教科書とか置いてるんですけど、それがすごい嫌で、あのなんかちゃんと引き出し入れてるんですけど、ちゃんと立てようかなって思ってます。はい、こんな感じでポニーテールさんができたので、ポニーテールをしたらこれ星のミレイちゃんとおソロのやつをつけます。確かこれだったと思います。あ、落ちた落ちた落ちた。はい、ってことで着替えたいと思います。着替えますね。チョコ？チョコ？イエヘヘン。ちょっと固めよう。勉強机さんには、ね、勉強机さんにはね、なんかめちゃめちゃいる。この間前紹介したじゃん。だけどなんかね、何が入ってるか私も分かんない。この間紹介した時よりはちょっと物が増えた。中に入ってるやつ。着替えてきます。バイバイ。じゃあ着替えてるときはこれを流そう。待ってね、マジは録音します。アナのトリセツを歌う。私のトリセツを教えるね。私はとっても元気で、時には暗いときもあるよ。だけどね、だいたい笑ってることが多いよ。その次に私のことを説明するね。私は気分屋なのかわかんないけど、テンションが低いときと高いときがあるよ。気をつけてね。あ、黒のスカートがない。黒のスカートどこ。え、待って、こんなん録音してる場合じゃない。マジで黒のスカートがない。ちょっと探してきます。あ、暑い。どこだろう。干した。ママ干した。ちょっと待っててね。この部屋じゃ、ないんですけど。なぜないんですか。ない、本当になくない。嘘ついてないよ。もう一回探してみる。これであったらどうしよう。ないですね。じゃあちょっと違う風になっちゃうけど、似た感じの黒のちょっと長めのスカートがあるんですよ。ちょっと長いんですけど、これで代用させていただきたいと思います。こっち置きます。はい、まあこういう時はね、こういうのも大事さね。まあ生放送だからこういうこともある。いや気をつけるけど、まあ代用できるもの多分ほとんど変わんないから、丈が違うだけだからちょっと大人っぽくなるかもです。なるかもじゃない、大人っぽくなりますね。うんってきしゅい。はい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 、と言っちゃいけない面接。イエーイ。これめっちゃ難しいよね多分。出身は愛知ですか。はい、言っちゃうよね絶対。これに黄色のベルトをねしてたんですよ。だけどベルトができないかもなんだよね。これ逆にコンバースとかの方が可愛いかもな。可愛いかもな。本当にあのすごいかな。ベルトもないしさ、そう思えば。え、残念賞じゃん。めちゃくちゃ残念賞じゃん。めっちゃ切れてる。一応切れたけど、めちゃくちゃ残念賞だった。コンバースハイカット、いや持ってないんですけど、持ってないんですけど、あったら可愛いなって思って。ロング丈だから、普通の今日厚底スニーカー履こうとしてたんですけど、そうベルトがポイントだったのにね。あれベルトが可愛かったんだよね。みんなよく見てくれてる。こんにちは、ありがとうございます。
ゃあとりあえずこれでいきますね。またこの格好はやるかもしれないです。はい、この格好はまたやるかもしれないです。それで一旦回しますね、カメラ。あ、うん、あ、うん、いっか。はい、ここまでついエアコンつんない方がいいって言ったけどね、多分無理なんだよな、それは。一旦ワンちゃんここにしてみるよ。あ、できた。足元地味に映るか地味らんか、地味らんかじゃなくて映らんかぐらい、これぐらい、これぐらい、これぐらいがベスト。ラブリンチありがとうございます。このコーデでお出かけするなら近所の公園行きたい。友達と遊びたいです。あ、なんかキャップでもかぶる、なんかウエストポーチでもつけるか。あ、もしかしてここ映る系女子、それは嫌だな。でも行かなくちゃいけないもんな。じゃあ潜ります。潜ったら余計に何がどこにあるか分かんなくなっちゃった。なんか1個ウエストポーチ取れたからこれでいくかな。あ、出れない。よし、いや、ちょっと、あ、涼しいわこっち。はい、あ、メール来た。途中で多分3つぐらい送られます今日。はいはいはい、ということでウエストポーチをかぶります。はい、 OK、 じゃあ登場します。口を大きく開けて笑わないで。ちょっとラーメンっぽくさしたいけどさ、横ちょ動けないよ。見えてますか？あ、仕事まで見えてる、これ。はい、この格好は超絶カジュアル全身黒コーデです。今のポーズめっちゃダサかった。全身黒です。全身何々色っていうのが私は好きなので全身黒もよくやります。だけどこのイヤリングとかで色を出して本当はベルトをする予定だったんですけど、スカートの丈が違う予定だったんですけど急遽変更されました。このスカートね、まあ、紹介するんですけど、このスカートはショールームでしか出さないから、これはなんか前が短くて後ろが長いっていうデザインなんですよ。わかるかな、このわかるかな。これが流行ってて買いました。これはレピ、下からアルジーレピピアルジーポップティーンの付録です。あれ、これはアルジーです。ミルちゃんもなんかアルジーのよく買うって言ってたから多分一緒です。ピンク色違いあったしです。はい、こんな感じでした。イヤリングがポイントですね。だからこの格好はイヤリングがだいぶポイントになってます。そう、アシンメトリーっていうのかな。ツン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 、良いです、良いです。はい、でした。はい、アングル変えます。アングルっていうのこれ、ツンツクツクツクツンツンツン、ツンツクツクツクツンツンツン、ツンツンツン、綺麗にしたい。オッケー。これが木曜日のコーデかな。木曜日のコーデです。トゥク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 トゥ。よい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 よ。ということで木曜日でした。次の日、はい、次の日金曜日かな、あと3コーデかな、意外に3コーデ、意外に
参考もね。はい、してみました。あ、はい、チェックのスカートとかですね。髪型がこれこのまま変わるんですけど。はい、ということで次行きます。次は何のコーデでしょう。皆さん当ててください。レッツシンキングタイム。イヤリングを外し忘れていた杉山です。イヤリングと今日のお昼なんだろう。ママのアイス希望。はい、着替えてきます。バイバイ。 YouTube が2位、これが上がってるので、ぜひまだ見てない方今のうちに見てきてください。杉山なんで検索したら多分出てきます。その YouTube のコーデを今全部着て紹介しています。よし、お願いします。金曜日のコーデだぜ。金曜日は私が一番気に入っていると言っても過言ではないコーデだぜ。ぜひ見ててだぜ。よろしくだぜ。ドーンとか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 ドン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 。みんな何のコーデか分かったかな。正解はこれだよ。まだ着替えてないよ。髪の毛すっごいぐちゃぐちゃになったよ。大丈夫かなってぐらいぐちゃぐちゃです。きっと、いやきっとじゃない、絶対カメラの前出れない波にぐちゃぐちゃ多分。あ、やばいね、これはやばいわ。あ、でもあ、うん、なんとかなるさ。はい、この格好でしたって言って、まだこれじゃ分かんないわ。大事な一味を忘れているようだね、アナちゃん。え、それは何ですか。それはこれだよ。じゃじゃん、必殺ベローのベルト。イエーイ。チェックのスカートですね。これを首に巻きます。これがあることによってね、全然可愛さが違うんだよ。これぐらいかな、こんな感じ。これね、めっちゃ可愛いんですよね。これは、あ、じゃあ後でしょ紹介するんだった。これね、めっちゃリボンむずの結ぶの難しくてね、こんな感じ。オッケー、こんな感じです。髪の毛を下ろします。で、後ろでハーフアップみたいなことします。わあ、ボサボサ見ないでー。お腹いっぱい。あ、お姫様っぽいね、確かに。お、お腹空かせたライオンのように。猫背になりがちだよね、これが鏡が下だから。はい、ここを髪の毛伸びた、その伸びた、めっちゃ合わせと違うよね多分。切らなきゃいけない。あ、合わせ多分これぐらいとか言って短くしちゃう。短すぎるかするわ。これぐらい、いやこんなに伸びてないと思うけど、あ、でもこれぐらいで十分だよね。髪切りたいんだけど美容院全然行けてないんですよね。切りたい、ママなん髪切りたい、家で切りたいって言ったんですけど、ママなんか怖いからやめようって言われました。はい、この辺は残してあったの確か。こんな感じ。あ、リボンまでやっちゃった、はい、この感じだったかな。この髪型何気に難しくってね。でへへでへべろりんちょ。I have a Anon. I have a Mirei ちゃん。I have a Kanon ちゃん。ああ、年少三姉妹。I have a Miki ちゃん。I have a Anon. ああ、
バラン姉妹ちびまる子ちゃん風ならママもできる、あ、できるかもしれない。はい、でした。こんな感じです。あ、こんな感じ、あ、こっちの方がいいな。はい、こんな感じです。イエーイ。あ、一番良くないこれ。あ、もう絶対これが一番いいわ。はい、イエーイ。今日多分これこのコーデが優勝ですね。はい、このコーデは大優勝しちゃいました。おめでとうございます。いいね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 、これが一番いいって。でもね、あ、なんで最初ね、この服が似合わなさすぎて買って後悔してたんですよ、正直。だけどもうね、今は行く。なんかね、昔に、ね、白黒かったからかな、なんですけど、なんか冬の間でも白くなったんですよね。毎日化粧水続けてたからかなと思います。いい感じいい感じ。いい感じ。でもね、全然違う。これとこれすごくない？ほら、この差はなんだ。はい、いいです。 OK。 靴下は普通の黒です。いきます。これ最高、これは最高だ。それな、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 ここがなんか、トゥルダ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 。よいしょっと、これぐらいでいいかな。頭映るかな。映るんだ。あ、全然映ってる。オッケーオッケー。タタ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 ガルズルル。ガサガサ言ってる、ガサガサ言ってる、ガサ言ってる。はい、行きます。斜めってるけど大丈夫か。イエーイ。イヤリング何をつけてなかったっけこれ。はい、こんな感じです。これは下からいってくと、靴がビゴーで買いました。ビゴーで、ちょっと見えない、ビゴで、靴下がシチュアンナかなです。はい、で、スカートが WC で、トップスがアンクルージです。これめっちゃ可愛い、このトップス。このコーデすごく好きです。このなんかね、この靴すごいなんか足が細く見えて、厚底だからかな、すごい身長も伸びるし、いいと思います。髪型もここすっきりさせない、なんかちょっとすっきりさせないと、ここまで首が結構あるから重くなっちゃって、なんか芋っぽくなっちゃうから、なりやすいから、ここはちょっとすっきりさせて、でもかのなんかここあるから甘くちょっと見えて、ちょうどとてもいい絶妙なバランスだと思います。えいん。どうですか、目が良かったらなって思う。めっちゃ全然見えないから。めっちゃ斜めってないですか、大丈夫これ。めっちゃ斜めってるよね、ごめんなさい。こんな感じか。はい、斜めてた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 、ごめんなさい。遠目見ると制服感があるね。あ、制服感ある。これ本当に可愛いんだよ、この服。ポージングお願いしますだってラジャ。じゃあガシャ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 、4個ね。4個に尽きる、尽きるじゃない、尽きるの意味が分かんないけど、いきまーす。ガシャ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 、オッケー。ちょっ
っとスクショできないように早めにやりました。これだったら全然踊れます。反対です、こっちです。はい、金曜日のコーデでした。5日目のコーデでした。よいしょと。うひゃーん、はーい、いい感じ、いい感じ。オッケー、Thank you, thank you. Thank you, thank you. じゃあ次に行きましょうか。ラスト2つですね。ラスト2ついきます。ラスト2つ、ラスト2つ。あー、落ちた、ごめんね、ばーやーうわー。はい、次のコーデが。次のコーデが。靴下ちょっと違ったね。YouTube 見てみてください。あ、次これね。はい、皆さんも予想してみてください。二人の若さは不器用で見つめ合うことさえできなくて同じ空気を吸うのが精一杯なの。はい、少々お待ちを。とうとうこのコーデがやってまいりました。愛してやまないコーデ。愛してラブーイエーイ、愛なる、うん、愛してる、愛してる、愛なる、愛してる、うん、足元の矢が羨ましそう、仲が良すぎる僕らに、あはは、もっと僕がイチャイチャしてたらソフトクリームも溶けちゃう、溶けちゃった、夏に生まれた恋、鼻くじで噛みて、大人たちはそう言う、これもきっと予想外、ここで I love you オーバーアクション、顔見えない、はい、行きます、はい、ということで、黒のワンピでした。笑った方いますか。黒のワンピでした。黒ワンピ、黒ののみ爽やか。はい、今回前髪上げコーデですね。前髪上げコーデですね。このね、これはベロ卒業式の時につけたんですけど、ベロアのウィゴーで買ったリボンを結ぶやつですね。めっちゃ可愛くて、これを頭につけます、はい、この格好ね、この服本当に可愛くてめっちゃ好きなんですよ。もうね、本当に可愛い。今日の DMM もこれでやるかもな。これ本当に可愛くて、もうやばい、次元が違う可愛さです。痛い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 、あー、ボサボサになるよな、そりゃしょうがない。ということで、前髪なんか薄くない？トゥ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 ルトゥ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 ル、はい、デコ出しするの、そうそう、デコ出しだったよね、デコ出しですよね、デコ出しします。ちょっと残すぐらいかな、これぐらい、これぐらい、これぐらい、だし、よいしょと、美しい前髪、前髪じゃなくて黒髪、美しい髪、たた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 、はい、前髪上げると美人に変身するらしいです。もうね、パパには強制的に前髪上げろと言われてます。
最近は言われないけどずっと言われてた。絶対前髪上げた方がいいって。でもショールームだって意外とそんなことないよね。なんちゃらの眉毛が好きすぎるんだって。それはいい意味なのか悪い意味なのか分かりません。はい、オッケー。これにここにリボンを結びます。アナ超ゲージだからね。これアナ自分でできるかな。ママなのにいつもワンパママなのに言ってもらってた。アナも今日は挑戦するんじゃするんじゃするんじゃ。はいはい、これねめっちゃねつけるだけでねめっちゃねいい感じになる。この髪型かわいい。アナね小学生の時ずっとこればっかしてた。毎日これしてたよ。幼く見える。あ、逆に逆に幼く見える。一人でできるもん、二人でできるもん。あれあれ三人でできるもん。あ、違うか、二人でできるもん。よいしょっとよいしょっと。トルトントントン。なあ、できないよ。難しいよ。部活中に目が合うなんて思ってたんだ。みおちゃんは絶対に前髪上げないんだって。なんで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 。これね連覇して言っちゃうよね。なんで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 。あ、いい感じ、いい感じじゃない。あ、めっちゃ手がね震え疲れてきた。あ、いい感じ。ちょっとママなんかいないから何もできないわな。いいかな。すごくない？これ良くなくない？全然良くなくない？これもうちょっと立たせなきゃいかんか、立たせなきゃいかんか。こういう感じ。あ、こういう感じ。あ、いい。良くない良くない。なんかふざけてるように見える。これふざけてるように見える。あ、ふざけてるように見えない。あ、大丈夫。あ、いいねいいねいいよねいいよね。大丈夫だね。 OK OK だね。いいですよね。大丈夫だね。はいあえて大人っぽくしないと、こういう時は。はい、オッケー。おっとっと、じゃあ着替えたので紹介します。いいね、まあ、ここだし。はい、じゃあ行きます。このね、椅子はね小学生から使ってて、もうこの部屋に雰囲気があるから一旦これにしてます。今前まではね、IKEA のやつ使ってたんですけどね。見せくって泣いてるよ。はい、OK。 はい、じゃあ次は土曜日の6日目のコーデになります。はい、めっちゃ斜めってるじゃん斜めって、アナもこうなるわ。はい、今回の土曜日のコーデは靴が変わらずビゴを靴下、チチュアンナ、ワンピース、アンクルージュ。アンクルージュじゃなくて、アンクルージュのなんか姉妹ブランドみたいな感じでした。調べたらアンクルージュじゃなかったけど、アンクルージュのとこで買ったで、このリボンがビゴです。シンプルイザベストコーデです。これは本当にまたまた黒一色コーデですね。黒が本当に大好きなんで、黒一色は顔がなんか白く見えるから好きです。全体的に白く見えると思います。はい、このワンピースが本当に可愛くてですね、襟元もすっごいこの襟が綺麗だし、このねパールがついてるのめっちゃ可愛いし、キュッキュッキュッってなってるの、キュッキュッキュッってなってるの。本当にもうランチパックにしたい並みに可愛いです。ランチパックを夜に食べちゃってどうしようって感じです。はい、あの午後お茶、午後ティーを午前に飲んだのと一緒。はい、はい、って感じです。
タタタタンタタタ言うても出るということで、はーい、こんな感じです。イエイ、本当に可愛くて、これめちゃくちゃお気に入り。今持ってる服の中で一番これがお気に入りかもしれないです。でもあの新製1個前で着たやつも可愛いんですけど、ね、はい、こんな感じです。じゃあ次ラストのコーデ見てみましょう。そう、キュッキュッキュッってなってるの可愛い。最後ですね。じゃあ最後着ていきたいと思います。バイバーイ。キュッ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 パッパッキュッキュッキュッ。はい、バイバイ、着替えてきます。もうね、最後にとっておきなものを取っておいたので、これはもう成功っしょ。これはもう、うん、可愛すぎます。本当に大好きなんですよね、この服。一生のお気に入り、一生捨てられないと思う。一生捨てられない何にお気に入りのやつですね。最後の締めにね、おおおお、モデルっぽいね、その服ってなる感じの洋服ですね。まだ YouTube を見てない方は SKE の公式 YouTube チェックしてみてください。はい、着替えました。まあね、まだこれじゃ分かんないよね、普通に。まだね、これじゃ分からないと思うのでやっていきたいと思います。猫出し、たまにはいい説あるよね、これ。たまにはいい説あるね。お茶飲みます。全身ね、そう、全身楽しみにしてください。全身はまだ。じゃあちょっとこれ撮って、前髪なしとありでやりたいと思います。普通に下ろすだけなんで、次は髪の毛。はい、ということでとりあえず全身を見てください。はい、タタ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 初。はい、します。見えてる、これ見えてる、見えてる、大丈夫ですか。あ、グッてなっちゃった、グッてなっちゃった、ごめんね、グッてなっちゃった。はい、はい、こんな感じです。これは本当に可愛くてですね、見えてるかな、下がチュールになってて、そう、これ下がチュールになってて抜け感があるのですごくお気に入りです。この丈もね、なんか七分なのでいつでもどこでも着てけれる服です。これに下スカートを履いちゃって、あのトップスとしても着れるのですごくお気に入りです。靴はあえてちょっと靴下と靴で甘感を出して、ちょっとかっこかわいい感じ、甘辛っぽくしました。これでスポさんとか履いてたんですけど、最初はスポさんだとなんかスポーティーになりすぎちゃって、カジュアルすぎちゃって穴には似合わなかったので、足元をちょっと上品な感じにしてみました。 OK、 こんな感じです。うん、黒好き、そうそう、シースルー、そうそう、ね、これは本当に可愛くてお気に入りです。くしゃみ止まらないわ。はい、ということで前髪下げたいと思います。このまんまのアングルでいっちゃいますね。めっちゃ映える。はい、自撮りしよう。ちょっとメールよ、メールよ、撮らんとやばい、メールよ、撮らんとやばい。そう思えば、そう思えば
今日25通だから。めっちゃ光漏れする、すごいすごいよ、光がすごいよ今日。これ判明になったけど、最初のやつ今日ね、朝撮った写真とかもあるんですけど、いつかあげます。はい、こんな感じでした。それでは前髪下げていこうと思います。前髪を下げるよ。12時には終わります。はい、12時には終わります。そう、朝だけでもね、めっちゃ結構いつもよりめちゃくちゃ送ってます。だって1時間に2通じゃ足りないから。もうね、12時40分ぐらいにも送れるセットはしてあります。はい、すごいね、へにょ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 。これ前髪を下げて大丈夫かな、癖ついてそうだけど。痛い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 。こうやってね、あの髪の毛がね、だんだんねほつれていく。はい。あ、これはこれはこの髪型絶対ショールーム初めてだと思う。あ、似合わないわ。だからすごいヤンキー感すごい。立体感がなくて、なんかただのやばい人だね。あ、いいいい、初、この髪型さしたしたの初、ショールームでは。若く見える。あ、むしろ若く見える。逆に若く見える説ある。ええと思う。 Thank youトン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 。前髪なしもいけるな。 Thank you。 やったね。めっちゃ大人っぽく見えない？だって今までずっと前髪なかった人間なんですよ私。 SK に入る1年前ぐらいはずっと上げてた、ずっと上げてた。あ、でもやったこの髪型いいって。やったね。撮ってる、撮っとこう、撮っとこう。もう撮らなきゃ、撮らなきゃ。今日はダメ、いっぱい撮る日今日は。はい、あ、ちょっと、はい、撮ってきます。中3ぐらいに見える。あ、中3リアルだね。はい、そう、撮らなきゃ今日はダメ。でもね、めっちゃ漏れるよ。めっちゃいい感じ、めっちゃいい感じ。みんなに見せてあげたいけど、ちょっとメールのやつが少なくなっちゃうからメールで送りますね。はい、じゃがいもシリーズ終わり。じゃがいもシリーズ終わり。 4通です。じゃがいもシリーズは今日から違う、ちょっと違う野菜のやつ送ってみたけど。はい、メール待っててください。このまま終わりまで行きたいな。ちょっと待とう、このままにしとこう。ぜひフォローお願いします。今日はね、フォロー集ジュースないんだ。ここから先は有料でシリーズ。なるほどね、そうです、そうです、そうです。この髪型めっちゃいいじゃん、気に入っちゃったわ。あはは、めっちゃ写真がね、いい感じに撮れた。めちゃくちゃ漏れてます今日は。全身撮ろっかな。全身撮っとけばよかったね、これ。どっかここら辺に置けないかな。あ、逆にあっちに置けばいいんか。逆にこっちに置いて、あ、でもなんか部屋ごちゃごちゃしてる。これごちゃごちゃして見えるかな。タンタカタカタンタカタカタン。なんかね、いろいろ変わってっちゃう。なんなん、よし、一緒。取れた。じゃあプレミア会になるか。プレミア会になってください。メンバーで前髪、この前髪見たことある？誰にも見せたことない。メンバーには見せたことない。てかし、SK 入ってこの髪型初めてやったんだけど。でこれがやれるぐらい伸びたってことだね。
あ、いい感じ。待って、これだけ見せたい。このさ、この感じが良くない？時計がめっちゃいい感じに見えてるっていうこの、この顔は見せないです。顔は見せないけど。ふふふ、たん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 。ちょっとお話ししましょう。前髪上げてるって書くわ。前髪流してる。はい、やいやいやい、いいじゃないですか。これぐらいの前髪でもさできるってすごいいいよね。学校ではさ普通にさこうやってできる、前髪もそのままにできてさ、これぐらいじゃ残してやった方がいいんだよね。こうやってそうしないとバランスが、ほらバランス取れなくなっちゃうから。トン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 、いいじゃんこの髪型気に入っちゃったん。ってことでこのまんま DMM やる可能性ワンチャンある。んーじゃない、まあ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 いいか。ちょっとアングル変えます。こっちにする。こっちでやってる必要は特にないので。ああこっちの方が子供感増しそう。いいね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 、いい感じなら、このままやります。分からんけど、はい、よいしょっとって感じですね。ちょっと動画撮るね。ちょっと動画撮るんだけど、好きな髪型を見つかってよき、よきよき、あのこうやってね取れてきちゃう。あな忙しいから、忙しいからじゃない、よくあの振り回すから。ちょっとちょっと取れたかな。ちょっと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 、この髪型いいんだって、みんな賛成してくれる。賛成可愛いな。Thank youだ。Thank you だ、 Thank you だ、ありがとうなのだ、ありがとうなのだ。え、じゃあ前髪ありか、当初ね、前髪ありか、前髪もう全部なしか、全部なしか、この斜め、はい、どれか。1が前髪あり、2が全上げ、3が斜め、どれですか。これ投票使った方が早い説ありますか。投票使った方がいい。のビーディと気のせい気のせい、あじゃあアンケートね、はいはい、1が前髪あり、2が全上げ、3が斜め、今の状態です。はい、ダラ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 、1が前髪あり、2が全上げ、3斜め。5 4 3 2 1、すごい圧倒的な斜めが多い。1が1、まっすぐが一番少ないよ、圧倒的。だってこれがいいんだって。なるほどね、なるほどね、斜めは個性が出ていい。なるほどねなるほどね、なるほど、なるほど。ザワールドなかったっけ、こういうやつでして、でして、今日でちなみに55日目ですね。読めなかったんですけど、ありがとうございます。斜めと全上げで迷った。あるよ、 なしよりいいですか。55だった、ありがとうございます。斜めは美人さんになるね。ああなるほど、これでさ前髪さ伸ばした時のさ罪悪感すごそう。自分でやってみる、みんなには見せずに。ああ別にこれでも大丈夫か、こんな感じ。なんかね、実物とショールームが違うな。
ショールームだったら確かにこっちがいいかもしれない。こんな感じ、違いが分かる、違いが分かりやすい。なんかこっちの方があのなんか可愛らしさはあるね。左も上げてもいいかも。こっちこういうこと。実物のアナナ見てみたい。あ、それがいいです多分。それがいいですとか言うだけど、それがいいんです。はい。前髪上げたと上げたと上げ上げと、あ、幼い感じかな。あ、前上げ、前上げはこんな感じこんな感じこんな感じこれか。確かに前髪上げると幼くはなる。あなのが落ちていませんか。こんな感じです、はい、大人っぽいような子供っぽいような。真実はいつも一つ。あ、違うわ。いや、そうなんですけど何を言おうとしたかな、忘れちゃった。個人的にはピが一番かな。あ、ピか。まあ、確かにこれは絶対的にピができないよ。激薄前髪、これがピができるやつ。ピ前髪、ピがピ前髪え、すごい、全然違う、すごい違う。え、これ何にも加工ないよね、この鏡。こんなに違うもん。ちょっと待って、この、でもこの鏡汚いんだよな。映したいんだけどさ。なんかね、違う。はい、でも写真を撮らなきゃいけないんだから。ねえ、これはこれでいいですかね。アナはね、どれが一番いいか分かんないんだよね、自分じゃ。自分じゃ分かんないから。いたぞー、あー、切れない。爪の中に櫛が入ってめっちゃ痛かったDMM でどんな髪型になってるか楽しみです。アナも分かんないです、まだはぁ静電気じゃない、このね、この細いこれが爪の中に入っちゃった大丈夫大丈夫、心配ないさん。はい、今日は流してるって言ってるので流しときます。前髪作ると量産型になっちゃう。あ、え、そう、そうかな。量産型流行ってるよね今。量産型になる？ズーム慣れた？もともとズームやったことあったよな。そう、だからなんとなくはできました。OK。かわいい。あり、Thank you。Thank you、Thank you。うん、ズームやってたんですよね。薄い前髪の子はたくさんたくさんいるからね。ああね。ね。ね。ああね。ああね。だん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 。今時なんかズームで習い事やってて昔。そうそう、だからまあ結構前なんですけど。です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 、みくるちゃんが始まりましたってことで、この辺で終わろうかなと思います。はい、この辺で終わろうかなと思います。ありがとうございました。今日も11時32分、
2年前ぐらいから流行りしてんだね、薄前髪。あ、シースルー？シースルー？うんうん。一気に莫大的に売れ、なんか人気出ましたよね。告知は、あ、18時から DMM ズッキーやるので、ぜひ来てください。待ってまーす。ありがとうございました。見てくださった6206人の方、ありがとうございます。コメントしてくださった皆さん、ありがとうございます。推しとギフト投げてくださった方、ありがとうございます。明日は、私はじゃない、すみません、それちょっと、あの、なんだっけ、明日は11時30分からでいいかな、多分いいと思うんですけど、予定は11時30分からカラオケにしときます。もし変更があったらまた連絡します、メールで。はい、忘れちゃった。ということで、ありがとうございました。またなん、まだなん。カラオケは2曲新曲入れます。またなん、バイバーン。 DMM でバイクバイク、マジで期待しないでください。絶対無理、本当に本当に無理。バイバイ、ありがとうございました。またなん、バイバーン。11時から半からじゃん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 配信、待っててください。バイバーン。